第一章クリアだけど、第二章飛翔編、高校2年、1年も経った、勝利せよ、一緒しないといけないんだよね。で、ここら辺から仲間評価を上げていきたいから、だいたいノックが仲間評価上がるんじゃなかったっけな。だよね。出た、暁は無理だ。35対0。見えてんじゃダメね。いいのか、りくん。怒りがすげえ尖ってるんだよな、まだな。最近の怒りくんはあんまり知らないんだけどさ。あ、そうか、妨害工作を、あっと、さとみ。もう、さとみもね、メインヒロインみたいなもんだからな。これね、やる、なんだっけな、妨害工作やるとやらないと、確か全然違うんだよね。なんか最後の方かなんかどっかで、あれがあんだよな。そう、チームが弱くなるんだけど、なんかあんだよ。やるのとやらないのとね。忘れてた。じゃあ、まね。ゆきちゃんか。女の子がすげえ可愛くなってんだ。やる気上がってる。いいね。とりあえず妨害工作、うわー、なしでいきたいな。正々堂々っていうよりは、なんかボーナスがあったような気がするっていう意味で。お、みんなでカラオケ。平山がゆきちゃん好きなんだっけ。差し合いだ。見たか。あ、ほらか、もう一緒だったか。能力アップ。あ、素早さが結構待ってるから、総力も上げてもいいのか。ミートが上がるの。6個2かな。赤月じゃん。赤月勝てないか。どうだったっけな。そうね。頑張ればいける。オプション設定。カーソル、アナログ。設定が、あれだな。難しいな。ロックオンって、あ、まあ、2まで使えるんだったら使うわ。俺、スティック操作できないんだけどさ。すいません、主人公出てません。立石いる。立石、あ、よかった、いた、よかったよかった。自分の名前探しちゃった今。お待たせいたしました。てて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 ロックを舐めんな、こら。ドゥルル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 ル。うおー、ナイスピッチャー、ずるい。くそ、頑張れ。やべかい。くそ。でも一応勝ってんだよな。荒い。早っ。抑えれば勝ちだからな。抑えればな。え、ピーチは帰らんないんすか。ナイスピッチってどうすんだっけ。タイミングを押すんだっけ。でも俺だな、リアルで平山とかが見れるのいいんだ。おほほほほ、嫉妬。ボーブがいるぜ。おしゃ。てかマモちゃんよ、やっちゃいけないのは。ほっ、あ、くそ、中身。ヒカリ君回したらやばいよな。22。進む君何番だ。
どう？あ、くそ、早っ。よし。でも4番まで回っちゃいますね。痛い、すぐ。守るくん。かわしたらな。これ、イカリはさ、待って、全力スルーとなっちゃってるけどさ。敬遠だよな、これな。無理無理無理。やめとこう。よし、見たか。変わったね。鈴木、お前、待って、とは、ええなって。やばいのが来た。そう、三鷹はね。おーし、勝ったぞー。危ね、危なかった。危なかった。想像以上に慣れてなかった。よし、これでじゃあもう存続しましたね。能力が上がった、いいね。2ずつか。おえー、すげえ。ねえ、佐藤、田中、鈴木っていつの間に入った？食べられちゃうんですよね、これ。お腹すいたな。陽子先生？陽子先生。お、超人台だ。これもなんかあったよね。やめとくか。ある程度やるとさ、確かダメなんでね。パスバッティング。どっかちょっと筋トレしないとな、あれだな。あ、これはコンビニ店員か。ギャルはギャルだったわ。ギャルはじゃあゲーセン行けば会えるんだっけ。また食べられちゃうじゃん。あ、食べられなかった。あ、これがあれかな、連続イベントかな。ね、そうだね。どうしようかな。素早さが足速くなってきたな。でちょっと筋トレするか。お腹空いてきた。お腹の評価上がるのいいね。試合を、あ、出た、アルベルト、アンジョ、アザナベル、いくぜ、いくでーす、いくで。おーね、骨が折れたくです。アルベルトも多分連続イベントあったからな。アルベルトもずっといるんだっけ。パワフル高校かな。あ、ここか、ここだ、ここだ。で今キャかっこいいですって言ってたけど、あれを妨害工作してると、うっとかって言って言い淀むんだよな。で、今やってないから、先輩、キャーかっこいいってなったんだよな。トネくんとかだったっけ？おぉ、先生かわいい。負けてんのか、これは。一回ずつ変えなきゃいけないってことは、あっちの方で変えないといけないんだな。瞬速警戒。来るかな？オッケー。くそ。あ、問いるね。問い小まさかか。主人公は問いなんだっけ？で、小まさかが後輩なんだよ。ひゃ。くそ。落ちるな。ボブならいける。妨害工作してるとここの点数とかも変わったりするんだっけ。アベレージヒッター、パワー強いてすごいな。ゲッツー食らっても1点は取りたい。よし、水原左だから。よしよし、とりあえず追いついた。村上、あー、これはなんでみんな育ち悪いんだ。いけるじゃん。
ダメか。ミードがみんなちっちゃいんだよ。ただ同点にはなったので、平山が絶好調。くー、あら、いい。そう、あ、小松が足が変で、あ、お前代打なんだ、出てないのか。矢部くんじゃない、矢部くん代走で出た、もしかして。地味にあれだよね、ここ点数取られるのまずいんだよな。ふっ、あ、で立石足、そうだ、外野入っちゃってるから足が、河本、河本もスタメン出てないのか。よしよしよし、怖え。パワープロのさ、どうやったらその打たれないのかっていうのがさ、マジで分かんなくてさ。よしよしよし、あー怖い。まだコンピューターレベルがそんな強くないからだけど、めっちゃ変わったね、神田みっちゃん。いけるか、よしよし。矢部くんそんな守れないでしょ、あなた。いつも外野だけだったじゃん。待って、バントが下手くそ、バントが下手くそ。よしよし、平山絶好調だったからさ、ワンチャンだよね。平山って乗り受けってたの。苦労だ。待って、強くね、これがさ、どこ落下地点が分かりにき、トイテツを総力が高い、ボムなら取れ、あ、くそー、松倉。松倉パワープロ系だと結構イケメンなんだけどさ、パワープロの方だとさ、なんかそんなでもなかったみたいするね。よし、さあ、ボム。うわ、センター返しだけよく反応しました。あ、くそ、足早いんだけどな。久しぶりのパープル面白いわ。くそ、それだった。しかもど真ん中忘れたじゃん。今の打たないでいつ打つんだ。キー、水田。そう、ここさ、上位打線なんだけどさ、立石くんぐらいしか、お、そんなエフェクト出んの。へえ、いい当たりだとあんなのが出んだ。みんな調子が悪いんだよね。ただ球場が狭いから落ちないかな。くそ、矢部くん、矢部くんそんな守れないってば。いやー、負けそうだな、これな。くそ、矢部くん、はい、あ、オッケーオッケーオッケー。あ、小松がパーヒッターなんだ。今度はさせたな。平山のカーブが切れない、キレが落ちないうちに。
浅いとこ投げてんだけどな。クソ立石さん守備が悪いから遅い、肩も悪い。コウモトちょっとあれだよな、下手するってやられるかな。みんなその前に落とす技術高くない？ソネ、お危なかったな、今フォーク入ったな。あ、三鷹スタミナもあるな。赤谷さんミートいいじゃん、やっぱ強振きついよね。カーン落ちる、オッケー、やめ、狭いから結構みんな真正面だよね。うおー、よく取ったね。調子がいいから打たせてみたんだけど、あろ、くそ難しい。15回まで引きそうだなこれ。三鷹のどうだ、おー危ねえ、スタミナが結構あんのは救いだなこれな。強振で打った方がいいかな。くそギリギリか。戸井哲夫さん、村上肩いいかんな。は結構アベレージと思ってた。能力高いかな。昔のねパワーポケそう1ってさ、パワー D やったらホームラン打ってたんですよ。だからもう大体みんなホームラン打ってるんですよね。後半だともう三鷹もパワー D 行くからさ、新井さん兄弟とかもさ全然行くからさ、結構ホームラン打ち安かったりするんだけど、いやーこれはバントだな。よしよし、でここで私をよし、はーい、いやタッチアップはどうかな、大事かやっとくか、肩よかったわ。見たらよし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 、村上かどうすっかな、強振で打っていけっかな。いやいけない、いけない、村上いけない、これダメだ、当たる気しない。抜けないかな、抜けないか、まさか、えら、くそ終わんねえ試合が。よくタイブレークはあれだね、まずいね、急に やるのやめてほしいね。うわ足遅い、こいつ誰だ、くそ足遅いぞあいつ。三鷹すげえな、よしとりあえずアウト1個ガイドさん外野に持ってってもいいかもな、やらないけど。うえー、村上なんだあのやりきれないやつ。いやこれ負けたかな。でもこれまだ練習試合だよね。あ、よかった真正面だった。ガイドは結構調子良かったな。ガイロさん同点スリーラン、
抜ける？よしよしよし。今ちょっと早打ちしすぎたかなと思ったけど。いや、終わんねえな。え、嘘でしょ？今いいバントだったじゃん。これさ、下手にさ、松倉が引っ込んだらさ、なんかもっと強いピッチャーできたりするから、なんともいないよね。あ、よかった。普通だった。よし。ワンチャンあるぞ、これ。見たかなりいける。やったー、くそ。よしよしよし、勝った勝った勝った、やったー、危ねー。どうするか、一回区切るか。いい時間だ。バックログで、すでね。あ、ダメだ、見えなかった。お、ピンチは。ん？あ、これは確か村上系だったね。ちょっと来てもらおうか。フィクサーじゃん。フィクション漫画作家ね。黒幕よ。チョンすごい。あ、コツか。コツね。でもコツはいいんじゃない？チャンス。あ、そっか。あ、でもチャンスいいよね。技術がないだけ。じゃあ技術上げりゃいいか。そしたら一旦区切りますかね。あの、そんなに長い区はやらない予定なので、ああ、戦争編とかもやりたいね。これ200周だっけ？生き残るのがほぼ無理だったんだよね。そんなに長い期間やるかは分かんないけど、ただ、俺の言ってることって基本当てになんないからな。あ、転生なんてあんだ。これ知らなかった。さ、これさ、戦争編が多分転生できたんじゃなかったかな。気のせいだったっけ？ごめん、気のせいかもしんない。へぇー。水木だ。アルバムがあるってことは？あー、来た、この音楽ね。アルバムですね。ドゥルル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 ル。ここさ、あるってことは、隠しがあるんだろうね。あ、そうだね。全部集めないといけないのか。お、パープル君。神田みっちゃん。いやー、まあ、このサイバーバル、あ、パーツ野球人形なんだ。あ、待って、アレンジ見たいわ。あのさ、なんとかかんとかっていうチームみたい。あ、12球団、あ、12球団あんのか。サクセスチーム見たかったけどな。あ、選手アレンジで見ればいいのか。なんかすごくね。あ、ああ、あれ、これもしかしてあれかな、モグラズ編のあれってこと。モグラズ編なのかな。アンソニー強いけど、みんな名前見ても誰もわかんねえ。あ、松倉がいる。あ、違う松倉だった。あ、サクセス見えるよ。あれ、カットボールだったっけ。武田って確かスプリットだと思うんだよな。あ、これ見れるの面白いな。ス
クリット平山はカーブ、あれシュート覚えるんだっけ、パワーアップで三鷹カーブフォークスクリュー水原村上亀田田中佐藤イカリくんは多分カーブフォークだけで、アフロイカリになった時にスライダーだったんだけど、多分ワンじゃないんだよな、ツーだっけ。スミくんはこの後のが強いからな。あー冬野だ、冬野もいたね。正道、正義高校だったっけ、正道だよな、正道だったっけ、どっちだったっけな、小まさか問いがいねえじゃん。鋼、まさかね、これにあれだよね、2試合目だよね、甲子園ので野球マスクやばいよなこれな。カリムはあれだね、2だね、ここからもう2か。ドミオバンデラスクラブさん、こっちもイカリがいる。あ、またハイパーカメラ、やべえ。カメラくんはもうやめて、野球やめてしまった。オズノくん。オズノくんってさ、どっかでも出てくるんだけど、この、2かなんかにいたオズノって確か雑魚キャラだったんだけど、後々に出てきて、こういうキャラになったんじゃなかったっけな。どうだったかな。まあいいや、すいません。ちょっと脇道取りましたね。じゃあ次回また続きからやっていきたいなと思います。お疲れ様です。